はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、3枠目メインキャラクター限定兄ちゃん使っていくんですけども、今回の 5.5 周年の限定枠というわけで、まあ吸収がなかなか強いというので以前動画出したんですけども、今日は3枠運用で使っていこうかなと思います。この白夜兄ちゃんね、3枠目と相性が結構よろしいんですよね。今日は友情技に注目して使っていくんですけども、3枠目では友情ダブコピ結構強いんじゃないかなと思って、友情技、ランダムプチ1個基本ダメ 140% の必殺に変換、ランダムプチ2個 X 二次ペイントに変換、HP22万回復、敵単体のダメ減数値の高いやつ1個吸収、必殺ダメランダム1個吸収というわけで、強ないこの友情技。基本ダメ 140% なんで実質まあ 1.4 個ですね。変換して、22万回復してダメ減数値の高いやつ1個吸収っていう、最近ダメ減積んでくる人多いんで、友情技でどんなキャラにもダメ減があるみたいな環境なんで、それを高いやつ確定で持ってこれるっていう優秀さと、まあ、必殺ダメもランダムに吸収できるっていう強み、この友情技はね、コピーする価値はある。ダブルコピーしたら必殺、まあ実質3個変換で44万回復、ダメ減必殺2個ずつ吸収っていう、44万回復できる時点で耐久力めっちゃしっかりしてるんですよね。ほんでレジェンドで疑似ダブルタップと、バカみたいに回復するんで、ガードとかを友情で積まなくても耐久力半端ないねん。っていうわけで、ニカルフィを使うん飽きたんで限定ゾロに繋げていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、最近はね、僕、オールマイトより、この兄ちゃんを3枠目で使うことの方が多くなったんですけども、1枠目限定クロロですね。はい、周年クロロで、まあ、今年の 5.5 周年ふんだんという、パーティーにしているんですけども、2枠目ニカルフィ、2枠ニカルフィはね何も心配いらんねんな。はい、まあ一応ね、2枠目の友情技に、あれあれあれ、絶対にこの旅団が開幕飛んでくると思ったけど、まさかの相手の技レベルサボりによって一回旅団免れていったわ。旅団とかいう集団から僕逃げることができましたわ。これ僕逃走中出よっかな。もう100万円絶対ゲットできるやん僕、旅団から逃げ切れてんで。こんなもん逃走中のハンターは容易に負けるやろ。これちょっとね、オファーが来ること間違いなしなんじゃないかなと思うんですけども、今回先行取ったんで、ちょっとね、このニカルフィのバフ回答とか厄介なんですけども、力道戦になると弱点ガード張っているんですよ。ほんでニカルフィでも、ガード張りますんで、合計 60% ですね。友情技のガードの場合、先にガードかかっていて、後からガードをもう一回付与した場合、新しい方に上書きされるんですよ。ガードという性能は共存することがないんで。まあ、ただしかし、特性と友情技のガードは共存しますんで、プラスになるんですよね。だから特性30プラスニカルフィ友情30で、60% ガードと、受けるダメージが、10分の6ですわな。はい。なので、僕の HP を削るには、なんか3000万ぐらい与えへんかったら、僕は負けることはないっていう素晴らしい状況になってますわ。はい、なので負けることがないっていう。2枠ニカルフィとかでね、土地狂ったやつ使ってるやつらにはもう押し置きしていこうかなと思うんですけども、ほんで、ダブコピートリクルボギーか、まあ、これ見る価値すらないんで、4倍速でね、ダメージも見る価値すらないし、はい、親の顔より見た必殺モーションなんで、もう飛ばしていこうかなと思うんですけども、今日の主役はね、白夜兄ちゃんやね、早くその3枠目に生かしてくれへんかな、白夜兄ちゃんを使いたくて僕はうずうしてるんだよ、ほんまにお願いしたいんですけどほんでここに関しては、兄ちゃんで次枠、無双さん積みません。友情技でバフ回を
すまないんですよ。これなんでかっていうと、兄ちゃんで吸収できるんで、ワンチャンこのニカルフィのバフ吸収できたらいいなという。すごい強気ですわ。はい。普通やったら、このニカルフィのバフを吸収できる場合でも、耐久に寄せた方がいいんで、無双さんを発動するんですよ。ただしかし、兄ちゃんは、友情技で、なんか、えぐいぐらいダメゲン吸ってくれるし、あと、回復も積んでくれるんで、耐久力はしっかりしてるんですよ。だから、もし2枠目ニカルフィが来た場合でも、ここ、まあ、ニカルフィのこいつ、攻撃、これ180受け継いでんねんけど、もう見てもらったら分かる通り、それプラスしても374なんですよね。もうすでにこのパーティー1枠目と2枠目で耐久が完成してるし、んで、この兄ちゃんではなんか特性ではなんか回復するし、で陸道戦になるとでも回復するし、あと友情技でも回復するっていうのは回復祭りなんで、いちいちねニカルフィのバフ回戦でも余裕で耐えることができるんですよ。なのでありがたく、この兄ちゃんでバフを吸っていくという、この180を野放しにしても耐久が完成できているっていうのが、まあ、この、まあ、がっちりした耐久パーティーの強みちゃうかなと思いますね。まあ今の環境的におそらく、こういう並びが最強なんじゃないかな。1枠目何かしの吸収を置いて、2枠目陸道戦になるとで、3枠目白夜を置いて、4枠目に火力ニカルフィとか限定ゾロとかを置くっていうパーティーがおそらく現環境最強なんじゃないかなと。3枠ニカルフィも余裕で止めれるんで、このパーティーは。なんで、まあね、今はもう耐久となってますんで、皆さんもね、2枠3枠ニカルフィは決まって、ぜひね、4枠目で使ってほしいなと思うんですけども、はい。ここアホバフ吸収していきまして、ほんで地味に100%デバフ、はい、付与ってますんで、これまず何を吸収できたか見ましょうか。兄ちゃんで吸収できたバフは180と60ですわ。でっかいのを吸収できた。これでまたさらにラスワークで吸収しますんで、はい。ほんで、クロロ等々でも、ゲンエルダン等々でも、バフ回積みますし、100% デバフも刺さってますんで、まあ、ニカルフィの場合は刺さんないんですけども、まあ、デバフはね、あんま今の環境は刺さることはないんで、まあ、おまけと考えてほしいなと思うんですけども、まあ、僕みたいにラスワーク限定ゾロ使ってる人も多いんで、そういう場合は刺さるんでね、で、アイツさん根切りで刺さってるんで、はい。で、アイツさんバフ、はい。174ってね、174ですよ。素晴らしいね、こっち471。ただしかし今回ゴンキルでバフ回積まれるんで、まああれなんですけど、どうでもいいわ。はい、10個あり。これが、僕の最強の耐久パーティーとなってます。はい。ゴンキル、まあダブルタップ等々で、あとバフ回2つ、攻撃高いやつ2つ解除してくるんですけども、まあ限定ゾロダメゲンガード貫通なんで、はい、任しといたらええやんっていうね、そこなんですわ。はい、バフ回なんか関係なくもろとも殴ってくれるんじゃないかなと思いますね。基本プチダメアップ積んでません、ラスワークで。基本プチダメアップ積まなくても余裕に火力が出る。基本プチダメアップ積むぐらいやったら耐久に寄した方がいいんじゃないかなって個人的に思いますんで、ほんで10個ありしたらね、先バフ 100% もつきますんで、はい、まあちょっと今回ゴンキルのパターンはちょっと予想外やったんですけども、バフ回復だってね、予想外すぎたんですけども、まあただしかし、はい、まあなかなか十分な火力出してくれるんで、よしとしましょう。ただまあ一応基本プチダメアップ積むパターンも試してみようかなと思いますね。ラスワーク、港積んで、がっちりまあこれで、あーちょっとこれは高校くれ。うーわ、これ圧倒的高校ゲーじゃないのけい？けいこれは。圧倒的高校ゲーじゃないのけいっていう。ただ、今日は3枠目兄ちゃんが主役なんで、兄ちゃんミラーの場合は、先行の方が圧倒的に有利なんで、相手に殴られて吸収されてからこっちが殴って吸収し返すんで、兄ちゃんミラーの場合は、この、
虫キングじゃんけんゲーは買ったんでいいんですけど、まあ、あの今日はね兄ちゃんが主役なんで、あとの枠数どうでもええっていう、そこなんですよね。はい、何を有利なことを働いとんねんいう話で、はい、兄ちゃんのことだけ見ろというね、そこなんですけども、俺だけを見とけって兄ちゃんに言われてるんで、はい、お兄ちゃんに恋していくんですけども、そんでここに関しては1枠目バフ返されたんですけども、バフ吸収し返すという、あい上書き、一緒に上書き、そんでここに関してはそうですね、ルフィ等々でやっていくんですけども、これは順当にバフが据えていくね、素晴らしいことに。やはりね、ニカルフィはどこに差し込んでも強いですわ本当に。まあぶち割っていきまして、普通に順当にぶち割りムーブでよろしいかな。これね、これレジェンドは発動したくないんですよ。レジェンドを発動したらこれバフ吸えないんですよ。ただしかし、ここでレジェンド発動しとかへんかったら、このレジェンド1回損してしまうねんな。ただしかし、いろんなことを考えたら、ここでバフ吸収する方がいいので、これはレジェンド1回損しますわ。はい。開幕、次の兄ちゃんで発動したらええやんと思うんですけども、兄ちゃんはね、レジェンドで、自動変換必殺持ってるんで、だから、まあ、僕のパーティーの場合ね、兄ちゃんの割り方はロジャーなんで、ロジャー発動して盤面触るっていうムーブなんですよ。吸収しないんで、開幕レジェンド発動してしまった場合、盤面に必殺ブーンって生まれてロジャー発動した場合、2つ割ってもね、兄ちゃんで重ね掛けする必要一つもありませんので、だからね、必殺がちょっと一つ、損してしまうんですよね。だから兄ちゃんに行くときにはレジェンドゲージがゼロの状態がベストなんですよ。ただしかし、アドのことを考えたら今回は発動しない方がいいので、ここは、はい、ちょっとね一回損してしまうのは、これは妥協を重ねていこうかなと思うんですが、ここに関してはこれマジでめっちゃ発動したいんですけども、グッと抑えていくムーブ、ワンチャンね盤面つながるっていうのもワンチャンあんねん。レジェンド発動してランダムに変換されてっていうムーブ、そっち望んでみるか、一回ちょっとそっち望んでみますか。ワンチャンこれでつながってくれっていう、そこですわな、つながれ、どこに行く、神か神か神、こういうことなんですわ。はい、なるほどね、レジェンド溜まった状態でもワンチャンあんのか、これはでかいことを知りましたね。そんでここに関してはロジャーは基本プチダメアップ持ってるんで、先にジンやな、ジンっていきまして、ここで、ボツンボツンとここでまたバフ吸収していくというムーブ、ほんでダメゲンを据えていくっていうね、高いやつ確定吸収なんで、これがかなりでかいなと思いますよ。ほんで兄ちゃん必殺自動変化持ってるんで、ラス枠のキャラで分厚く割れるし、そして持って、その基本プチダメアップ1個につき 50% なんで、2つ、バフ必殺変換されたら実質1個なんですよ。これがほんまに強い。普通は、基本プチダメアップ 10% 相手の1枠目のキャラなんかね、スサノオサスケダブルバフか&必殺自動2個変換めっちゃ強いねんけど、その必殺自動の、基本プチダメアップはめっちゃ低いんですよ。そこがね、いろいろ難点ではあるんですけども、兄ちゃんは基本プチダメ 50% なんで、だから3枠目においてもラス枠のキャラの火力が上がるんですよ。これがほんまに強い。だからね、兄ちゃん僕はちょっとこの3枠目かなり今押したいですわ。耐久パーティー組む際には兄ちゃん3枠目ぜひに検討してほしいなと思うんですけども、そんでここに関してはお互いともにバフ吸収していくムーブ、これに関しては、なかなかいいバフを吸ったんで、はい、2枠目のニカルフィのバフ、アイツさんのねやつを据えてるんでいいんですけども、こっちデバフめっちゃ食らっとるやんけ、このデバフどうしてくれんねんいう話で、これは限定ゾロを使ってるがゆえですね、ニカルフィやったらデバフ無効やったんであれなんですけども、デバニカルフィもうちょっとあれなんで飽きたんで、はい、今日は
味変でゾロを使っていくんですけども、基本プチでもやっぱ積んでいきまして、まあぶち割っていきまして、やっぱりラスト枠基本プチダメアップはまだまだ強いですね。そんで旅団発動してバフ見ていくんですけども、まあどうせ、吸収されるかなバフ、相手さんバフ、303の必殺ダメゴミ、こちら側、うーわこれはすごいな、マイナス155。ほんで何が吸収されるかこれは、180か、180マイナなんで335マイナ、やっぱこれワンチャン負けんのかなあ。あーこれは負けたか。こっち攻撃力が80になりましたわ。攻撃力80、兄ちゃん強すぎひんか。ラス枠限定ゾロがちょっと死んでんねんけど、ほんまに言うとんかこれ。デバフがちょっとここまで刺さると思ってなかったわ今の環境に。これは耐えてほしいなと思うんですけども、あー155とか関係なかったマイナス。今のは基本プチダメアップがいきましたね。やっぱり基本プチダメアップ1枚ぐらい積んだ方が良さそうな感じがしますね。さあよしゃすというわけで先行と。なるほど、さっきから先行ばっかり飛んで、まあ今の環境は圧倒的に高校が有利なんでね、高校取ってほしかったんですけども。がネウ先生か。でラス枠5周年ガイとかいうほぼ屍のやつが来たんですけども、ガイ先生の動画撮る撮る言うて全然撮ってへんな今の環境で。5周年ガイ先生は大丈夫なんかっていう、まだ使えるのかっていう動画、なんか近日撮ります言うて早もう半年ぐらいが経過してるんですけども、これはまたニカルフィのバフが進めていくんでいいんじゃないかな。ただまあラスアクまた吸収対面なんで、まあしゃあないとは思うんですけども、やっぱり白夜兄ちゃんがいないことによってデバフが飛んでこないという安心感はめっちゃありますね。なんだかんだデバフが刺さってんのか今の環境。あれセフィリアークス、セフィリアークスと兄ちゃん合わせたらマイナス55%なんてね、これはデバフ無効せえへんかったらかなり厳しいですわ。なんだかんだやっぱニカルフィが今の環境場が強いですね。そんでここに関してはまあうまいことバフ据えていきまして、ここに関しては攻撃バフ相手さんの盤面一つしかないので、これはまあ先にネウ先生発動しますか。先にネウ先生で吸っていきまして、そんで旅団発動してからニカルフィというムーブで、よろしそうですね。はい、なんかワンチャンでかいの吸ってほしいなとは思うんですけども、そんでもって旅団ぶち込んでいきまして、また、次枠に行ったら、レジェンド 100% っていう対面なんですけども、まあ、さっきのことがありますんでまたギリギリ繋がってほしいなと、まあ、願うばかりですよな。はい、まあ、耐久のことを考えたらもう一回ここで発動したかったんですけども、どうせここで死ぬことはありませんので、何も心配はいらないんじゃないかなと思うんですが、あいつさんの友情技等と、まあどうせトリプルコピーで0番隊。なるほど、旅団じゃなくて0番隊と、回復の方を取っているムーブか。まあ今はね、旅団の方が圧倒的に、優勢なんで、まあちょっとこの方からは、なんか流行りの門を使ってたまるかという、そういう不死を感じるんですけども、そういうね、気のてらい方は僕大好きよ。今の環境に飲み込まれないって、その精神は僕大好きなんですけども、ぶち割られていきまして、これは七子お姉さん、超越まで見えますね。6個割で終わるはずがないのでね、まあどうなるかっていうお話ではあるんですけども、はい、と、70万回復ってバカみたいに回復されていってるんですけども、82万回復というバカ。2つ温存か、了解していきまして、ダメージ以下ほどというわけで 60% ガードですね、こっち。このダメージと、90万しか入っとらんねん、2枠目ニカルフィ。もう諦めてくれ。諦めてくれ、2枠目ニカルフィは。弱いぞ。もう回復と総裁やで。なあ。
回復と総裁で HP 満タンなんですけども、あ、やめてほしいなと思うんですけども、どこに運んでも絶対に盤面で決まるというムーブ、激アツですわ。この旅団、まあここで発動したいという気持ちもまああるんですけども、基本プチダメアップ等々のことを考えたら次枠で発動しましょうかね。ほんでダメゲン据えていって、もののごとく耐久ができているという状況で、ほんでロジャーでオンズ&基本プチダメアップ積んでいきまして、素晴らしい、盤面が確実につながるというムーブ。んーでもって、おー、邪魔プチくん、これは邪魔プチくんに拍手喝采ですわな。ほんでネウ先生で分厚く割られても関係ないと。そんでここでダメゲン吸われていきました。このダメゲンは23万を吸われたかな、結構でかいやつを吸われたんですけども、一旦だけなんで次枠で切れる。まあ次枠どうせガードダメゲン貫通なんで関係ないんですけども、そんで、友情もコピーされて攻撃吸収されまして、あー、これは七子お姉さんまで見えるムーブですわな。 70% ガードっていうキモいもんを積まれるんですけども、これは限定ゾロでよかった。これラス枠、ニカルフィやったら 70% ガードもろ受けしてたんで、多分止められてたんちゃうかなとは 60% ガードか思うんですけども、ゾロ限定ゾロデバフが刺さるっていう、まあデメリットはあるものの、まだまだ使えるんじゃないかなとは思うんですが、そんでこれはまあまあなかなかいいバフを据えたんじゃないかな。ニカルフィの攻撃のバフはまだ残ってたんで、これは、いいもんが158万回復ね、158万回復なんですよ。そりゃ耐久できるわないう話で、はい、据えたバフをちょっと見ていこうかなと思うんですけども、何据えましたかねこれ。180、60据えてるわ、でっかいね、素晴らしいことで。んーでまたさらに、綱で吸っていきまして、はい、基本プチダメアップ積んでいきまして、クソブチ割りしていくんですけども、おいと、何個割り、まあ定番の9個割りかな、はい、吸収合わせて9個割り。ほんでもって、もう一発ダメ押しの旅団積んでいきまして、バフ見ていくんですけども、ガイ先生、ちょっと属性の暴力が響きそうな気がするんですけども、まだまだ限定ゾロ強いんで何も心配はいらん。494。吸収合わせて519ですね。以下ほど9個あり、先バフ必殺ダメ 90% も乗ってますんで、このパーティーは必殺ダメアップちょっとね、少ないんですけども、限定ゾロの先バフがうまいこと乗ってるんじゃないかなとは思いますわ。まあ相手さんはここ、3つ割りかな、何かなんでも3つ割り、5つ割り、実質ダメージ、はい、何も心配はいらんという状況で、あらーほんまに不利属性か今の。さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、兄ちゃん杖は、あ、このパーティーを僕はここなぜに先行、ここマジで先行じゃなくて後攻が良かったね。2枠目兄ちゃんですか、なるほど、これは吸収に全振りしているムーブですか、なかなか恐ろしいですね。ニカルフィーと相対して場合どうなのかっていうのをぜひに最後に見ていこうかなと思うんですけども、耐久はしっかりしてると思うねんけどね。ただ相手さんの友情技が旅団かな、これ、まあ旅団か、なんで1枠目でセフィリアークスとかいうゴミ積んどんねんこいつは、ボゲが何をしてくれとんねんこいつに、のーなんで1枠目にセフィリアークスを積んでんの、ほんまにほんまに意味わからないんですけども、 IQ が高いんですかね、うん、IQ がなんかなんぼか離れたら、あの天才すぎて理解ができないらしいんですよ人間というのは。こいつは天才なんかな、はい、天才なんですけども、ここに関してもニカルフィ等々発動していくんですが、これは、うまいことバフ据えていくのではないかな、はいと、低い順吸収も刺さっていくんでいいんですが、はい、必殺ダメアップは全部処理することができましたね。でっかいでっかいことで、
そんでここはレジェンド全部発動していきましょうかね。ここで、はいと、ネウ先生で吸収する前に旅団でもう一発低い順を一個解除してるんで、相手のバフがほぼ焼け野原になりましたわ。これで結構でかいやつを吸えるんじゃないか。これなんぼ吸える、これなんぼ吸える、15、あーこの2つ吸える、45、ネウ先生で45吸えるっていうね、これでかいですわ。ほんで友情コピーと、全然ええわ。ほんで 40% ガード、なるほどね。ここで 40% ガード積むぐらいやったら陸道戦になると積んだ方が絶対ええでっていう敵に死を送っていこうかなと思うんですけども、5つ割り、兄ちゃんで分厚く割る必要何もないんで、分厚く割ったとて何も変わらないんで、バフとか持ってないんで、このデバフも、分厚く割っても関係ないんで、はい、5個割りしようが10個割りしようが1つ割りしようが、デバフは 100% 固定なんで、ここの5個割り、ただただ必殺を4個ゴミ箱に捨てたようなもんなんで、はい、ありがたいこと、まっことではあるんですけども、80万回復、80万回復ってね、ありがたき。そんでもってロジャーで、当初のムーブをしていくんですけども、これデバフめっちゃ刺さっとんな、こっち155刺さっとるやんけ。ただ、デバフこのターンで切れるんで、はい、何も心配はいらないんじゃないかなとは思うんですが、これは先に友情コピーしましょうか。これ必殺やんな、30吸えるんで、はい、旅団で回収される前に、こっちで発動して旅団を発して、相手のバフがゼロです、相手のバフがゼロです。同じことを2回言ったんですけども、重要なんで2回言いましたわ、はい。そんでもってここなんですけども、6タップな、みんなこんだけ耐久できてんねんな。ニカルフィ先行僕取ったんですけども、先行でこんだけバフ吸収できてんねん。で、なんか友情なんかトリコピーとなんか旅団ムーブされてんねんけど、あんま関係ないねんな。ここでえぐいぐらいに回収できますんで。ほんでなんかバフ買い積まれたとて、また兄ちゃんでバフ吸うんで、言うてアドは取り戻すことができるんですよね。だからね、ガードとかを積む必要がないねん。でも2枠目ワンチャンニカルフィ積んどいたら、なんかそのガード生きたらええやんっていう、そういうことを望めますんで、はい、何も心配がいらんっていう、そういう状況。7個お姉さんムーブ、まあこれでダメージ以下ほどなんですけども、はい、なななーの一つやで。な、みんなひらがな一文字しか言わないっていう、そういう人を見たことありますか？人生においてひらがな一つしか言わないっていう会話を交わしたことある？みんな友達と今交わしましたね。な、人生初体験おめでとうなんですけども、そりゃあね、一文字しか出んわ。なっていう一文字しか出ないに越したことはないんですけども、はい。そんでもってぶち割っていきまして、また旅団も発動していきながらの、まあどうせあいつさん友情ダブルコピーなんで、この吸収したニカルフィのバフが吸収され返されるんですけども、これ大丈夫なっていう状況ですので、これ思いますよね。うん、まあ138の必殺ダメージゴミ、こちら側396なんですけども、ニカルフィの、この両方のバフが吸われるんで、180ですわ。これ大丈夫なんて思うんでしょ皆さん。大丈夫なんですよ、はい。全然耐久追いついてるし、必殺の防御限定ゾロのガードダメ減貫通なんで、まあ、言うてこれ、吸収されたアイスさんが攻撃が400ぐらいになったかな。必殺ダメージもこれ210吸えたん、吸われたんで恐ろしいもんがあるんですけども、4つありやねん、4つありやねんな。さすがにバフエグいぐらいマウントを取ってるといえど、限定ゾロの9個割り、しかも基本プチダメアップもしてるんで、さすがにこれはひっくり返されないですわ。はい、こういうことなんですよね。はい、勝てたらええね、オーバーダメージせんでも勝てたらええね